皆さん、こんばんは。ビーフとの時間がやってまいりました。4月4日、間違った、8日、月曜日、本日のビーフとはですね、昨日開幕しました、関東大学サッカー3部リーグ第1節の国際武道大学対青山学院大学、こちらの試合に密着してまいりました。初戦の緊張感がある中で勝ち点3を取ることができた国際武道大学、前半は0対0ですが、後半に花島亮の得点で1対0なりまして、勝利を収めることができました。 MVP には PK ストップをしましたキーパー背番号1番の藤原隼人さん、こちらのお二方にインタビューしてまいりました。それではどうぞ。アウェーで関東大学サッカーリーグ初戦を迎えた国際武道大学、本日密着してまいりました。大勢頑張って、大勢本日の得点者、花島亮選手、おめでとうございます。ご自身のゴールを振り返ってみてどうですか？泥臭く自分の形に持っていけて、結果的にゴールっていう形が生まれて良かったです。ありがとうございます。次節の意気込みをお願いします。どんな形であれあっても、得点取れるように、そして勝ち点3を得られるように頑張ります。本日来てくれたたくさんのサポーター皆さんに一言お願いします。わざわざ遠くまでありがとうございます。今後も応援よろしくお願いします。ありがとうございます。本日 MVP の藤原選手です。今日の試合振り返ってみてどうですか？立ち上がり難しい試合になりましたけど、しっかりみんなで声かけ合って、試合90分間通してゼロで抑えれたんで良かったなと思います。次節の意気込みをお願いします。次節もしっかり勝ち点3取れるように、今週1週間また練習頑張って来週も勝ちます。本日お越しになったサポーターの皆さんに一言お願いします。今日は応援ありがとうございました。来週も応援お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。次節はですね、4月13日土曜日、アウェーで国際武道大学対共栄大学の試合があります。勝ち点3を積み上げることはできるのか、14時キックオフです。それではまた次回のビーフトでお会いしましょう。バイバイ。